岩沼バイパスは国道4号原道のうち宮城県岩沼市の区間を言う。富士並交差点以北は国道6号と重複するが国道6号の路線番号標識は設置されていない。宮城県岩沼市吹上二2丁目付近柴田郡、柴田町から富谷市までの仙台都市圏を縦断する大規模なバイパス道路の一部である。柴田町四日市場の岩沼市境で 柴田バイパスからその名称を引き継ぐ。常磐線の古墙橋を越えると、全体的に、ロードサイドショップが並ぶ道である。岩沼市、藤並交差点で、国道6号と合流し、岩沼警察署前を通過すると行政上は、名取市との境界をまた儀社境に沿って進むが、引き続き、岩沼として認知されることが、多いようで、下り線の仙台方面には、 岩沼市と名取市の市境標識が設置されていないため、名取市に入ったことを認知できないためある。岩沼市梶橋で旧道と合流したところで、仙台バイパスにその名は引き継がれる。旧国道4号は、欧州街道に相当する。柴田町四日市場の岩沼市境で原道から右に、それる。その後、原道との立体交差をくぐり、竹駒神社近くで旧国道六号と、 合流、かつての宿場町である岩沼市街を縦断して岩沼市梶橋で再び原道に合流する。ただし、現在この区間は岩沼市に移管されたため岩沼バイパスはバイパスと名がついているものの国道4号の本線である。なお、梶橋交差点から名取市井の坂交差点の間はもともと国道4号の本線であるが仙台バイパスの一部でもあるため 便宜上、仙台バイパスと呼ばれることがある。E の座下交差点以北の仙台バイパスの名取市部分を名取バイパスと呼ぶ向きもあるが俗称であり、正式名ではない。国道6号との交点以北は交通量が多く、特に下りの仙台方面は岩沼市役所入口の交点、上りの福島、相馬方面は国道6号との交点や岩沼警察署前の 末広交差点で渋滞が発生しやすい。なお、藤波交差点は、福島方面から相馬方面の右折が終日禁止となっており、福島方面から相馬方面へ行く場合には一つ、福島側の十字路を右折して、旧国道6号を経由する形となる。2005年度平日24時間交通量。ありがとうございます。